親愛なる友人たちよ、私たちはあなたたちをとても愛しています。意図的であろうとなかろうと、あなたの人生に現れたものはすべていいものに変えることができます。あなたがうっかり許してしまったり引き寄せてしまった最も望ましくない状況でさえ、あなたの利益になるように変えることができます。例えば、肥料はバラを育てることができます。それに、病気は将来の生活の質の向上や天国での理性を超えた至福に導いてくれるのです。これまでにあなたが経験したことのない醜い人間関係が、あなたをより深く自己愛へと駆り立てることもあります。そしてまた、愛する人の死がスピリチュアルな旅と、あなた自身の神秘的な能力への目覚めのきっかけになることもあるのです。しかし、この不愉快な出来事は、あなたの成長と教訓を促すためにあなたが作り出したのでしょうか。いいえ、そうではありません。親愛なる皆さん、あなたと他の魂が厳しい方法でお互いの成長を助け合うことを決意する場合もありますが、神はあなたが光を見つけることができるように、あなたを暗闇に突き落とすようなことは決してありません。そしてまた、天使たちもあなたが自分の強さを見出せるように、あなたを困難な状況に導くことは決してないのです。あなたが他の魂と踊るというあなたの決断によって、そしてあなたのバイブレーションによって、同じ波動の一致を引き寄せ、それを許しているのです。これは概念としてはとてもシンプルなのです。現実にはあなたの最も困難な仕事は、まず最初に行動するということを教える、その古い条件付けを回避することです。まず最初に自分の波動を変えるということを学べば、あなたの人生はますます楽に進歩し続けていくでしょう。例えば、あなたが誰かと恋愛関係を望んでいるとします。しかし、あなたは絶望を感じています。なぜなら、あなたは以前から望んでいたのに、相手が見つからないのです。それによってあなたはフラストレーションや恐れ、疑念や欠乏感を発散させています。そしてあなたは自分が望んでいることとは正反対のことばかりに同調していることに気づかず、苛立ちのあまりオンラインの出会い系サイトに登録し、出会いを探し始めます。しかし、あなたは誰も引き寄せることはないでしょう。それよりも、あなたと同じようにイライラしている空間にいる人を引き寄せる可能性が高くなります。そうです、あなたは波動の同じ相手を見つけるのです。しかし、現在のフラストレーションにもかかわらず、あなたは
自分の波動を変えて、これを良い方向に変えることができるのです。それは、より一貫して、愛に波長を合わせ、あなたが分かち合いたい愛の喜びの予感に集中し、そうすることで、あなたは全てを変えることができるのです。そしてまた、同様に何年も感情を押し込めたり、自分を批判したり、動揺したりした後に、あなたが病気になったとします。あなたがこの病気になったのは、強さを身につけるためでも、他の人を癒したり、助けたりするためではありません。ただ、あなたは何度もあなたに流れ込もうとしていた愛を遮り、最終的には体にダメージを与えました。それは植物に一日に何千回と水を与えてもやがて枯れ始めるのと同じです。しかし、良いニュースがあります。あなたは自分の波動を愛の波動に変えることができます。そして、その愛の波動の周波数では、最も深刻な病気でさえも、非常に美しい現実に変化する可能性があります。さらに、困難な状況は、あなたが愛する人が亡くなったり、困難な状況に陥ったりする場合です。なぜなら、あなたが彼らの現実を想像したわけではありません。そして、あなたはその人のために現実を想像し直すこともできません。あなたたちはお互いの愛の波動と拡大と成長を望む波動の中で一緒になったのです。あなたたち一人一人が意識的であろうとなかろうと、異なる現実に同調することを選択し、その結果、異なる結果を生み出しているのです。あなたは相手の波動や選択をコントロールすることはできませんし、相手もまたあなたの波動や選択をコントロールすることはできません。ですから、愛と拡大への願望によって引き寄せられたあなた方は、ここに集まっているのです。そして、あなたが愛に同調し、より容易な道を想像したとしましょう。もしかしたら、その人は自分自身に非常に厳しかったので、その人が拡大する唯一の方法として、この脳と肉体を捨てて、魂の栄光に戻ることだったのではないでしょうか。また、もしかしたら、その人は生まれる前に早く旅立つよう決めていて、すべての人のために拡大の触媒となることを決めたのかもしれません。あなたとその人は、二人とも成長して、共に拡張し、二人とも愛し合っています。しかし、人間としてあなたは傷つきますし、あなたは恋しく思うでしょう。私たちはそれを理解しています。親愛なる皆さん、それさえも穏やかに、ゆっくりと、自然に、良い方向に変えることができるのです。不快な感情から離れて、自分がどれほど愛しているか、自分の愛がどれほど壮大か、どれだけ素晴らしいか、どれほど深く気にかけているかに集中することで、愛する人たちとの魂のつながりをより感じることができるようになります。そして、あなたが自分のハートの中にある愛に感謝できれば、その人からのあなたへの愛を感じることができるでしょう。
同じように苦しんでいる友人や家族がいるときは、あなたの愛、彼らの光、そして人生におけるすべての善に焦点を当ててみてください。これができれば、あなたは強く、ポジティブで、エネルギーに満ちた影響力を持つ人になっていくでしょう。あなたの影響力は、言葉や行動から来るものではなく、むしろ、あなたが彼らの善良さと最終的な成功を確信する空間にいることから生まれるのです。あなたは彼らのために恩恵をもたらす恩者になるのです。あなたの人生がどれほど良くても、どんなに困難であっても、愛にチューニングすることで現実が変わり、最も困難な状況さえも良い方向に変えることができます。ですから、自分自身のことを十分に気にかけて、一つずつ考えて、より良いと感じられるものに手を伸ばしていってください。あなたに神のお恵みがありますように。私たちはあなたをとても愛しています。天使たちより